全国120万いると言われている割合ファンの皆様、お待たせいたしました。割合の問題やっていきましょう。はい、ということで、冬季講習特別編でございます。なんでこの動画撮ってるかっていうのは、ぜひ概要欄の方でチェックしてみてください。では、1問のみです、今回。この問題のみなので、ぜひここで動画1回止めてもらってチャレンジしてみてください。で、自分の方は早速ね、解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行きましょう。で、まぁ、概要欄にも書いておきますけど、これ、中学生の冬休みの宿題です。そうらしいです。まぁ、先生に許可取ってね、取らせてもらってるんですが、これ難しいっていうか、割合苦手な方は手が出ない方も多いと思います、だいぶ。何がきついって、わからない情報が多すぎなんですよ、これ。実は3つ文字使います。3つ。まぁ、違うやり方ももしかしたらあるかもしれない。気づいた方はぜひコメント欄に書いてみてください。で、まず、定価を仕入れるの何パーセント増しにすればいいか。つまり、ここわからないんで、X って置いていきましょう。最初にね。物を仕入れるじゃないですか、お店っていうのは。仕入れて、そのまんまの値段で売っちゃったら、利益出ないからさ、やっていけないわけですよ。だから100円で仕入れても、130円とか、140円で売るのが普通なので、そういったこと。仕入れたお金より、何パーセントお金を増して、売ればいいかっていうのを聞かれてるの。で、これだけだったらよかったのに、最初がおかしい。ある商品をいくつか仕入れたっていう。さらっと書いてるんですけど、これ、仕入れた値段も個数もわからないんだよね。これが厄介。では、ここから始めていきます。で、こういう難しい問題はもう情報戦なので、情報を整理するしかない。一個ずつ。いきなり、あ、オッケーオッケー、これでしょみたいな式はなかなか立てられないからね。じゃあ行きましょう。まず仕入れから行きます。で、さっきも言ったように仕入れた時の値段と個数がわからないので、文字使うしかない。Y 円で、じゃあ Z 個にしよう。XYZ で行こう。Z 個仕入れたよと。で、後で仕入れ総額を使うから仕入れ総額も書いておきます。で、仕入れ総額。総額ね。例えば、これ文字にするとわかりにくくなるんですけど、みんな10円のものを20個仕入れました。いいね。10円だよ。のものを20個仕入れたらいくらだったお金って言ったら多分分かる人が多いと思う。10×20 で200円でしょって。で、文字になると分かりにくいんですけど、だって数字に置いたら分かりやすい。ってことは、10円で20個が 10×20 だったら当然 Y 円 Z 個も Y×Z で YZ になります。これお金ね。仕入れた時にかかったお金です。YZ 円。後で使いましょう。で、こっから、今お金、仕入れたお金から定価をつけます。定価を、その、な、X% 増したいんで、次、定価ね。で、定価はさっき言ったように、X% 増します。で、ここの、ここがミソ、多分一番、曲がりにくくなるんだけど、例えばさ、じゃあ、Y 円を、じゃあ、20% とかにしてみようか。のが分かりやすいかな。20% 増して付けたいと。100円だったら 20% だったら120円に設定するっていうこと。それをどう式に表すかっていうと、自分の考え方ね。これは 20% 増すっていうのは言い換えると、120% にするって意味なの。パーセントは基準が100です。100から20% 増やしたいんだから、100たす20で 120% にしたいのね。で、まずここまで持っていく。で、パーセントっていうのは式に表すときには必ず100分のをつけてあげます。そうしないと使えないの、式で。だから120%にすればいいんだな。じゃあ100分の120だなと。これで OK。それを元々の値段の Y にかけてあげればいい、こうやって。つまり上の部分、今こうやって書いちゃったけど、やってることは100分の100たす20。まあ、かける Y ね。こうやってできます。じゃあ、X% 増したいんですよ、ここで。X% 増したいわけ。さっきの 20% の20が X に変わっただけだから、やってることは、100分の100たす X だよね。で、それを元々の値段の Y にかけてあげます。もうこの時点でちょっと心が折れる方いるかもしれないけど、こうなる。で、今個数はまだいじってないので、Z 個はそのままにしておきましょう。Z 個。こうね。これで定価がつけれました。X% 増してね、定価がつけれたと。じゃあ次です。
定価を、定価の 25% 引きで売りたいんですよ。じゃあ 25% 下げましょう。25% 引きます。こうやってね。で、25% 引くっていうのは、まあ、さっきと似てます。25% 今度下げたいので、何やるかっていうと、100基準だからね。100から25下げるから、結局 75% にしたいんですよ。値段を。で、それが分かれば、じゃあ100分のつけましょうと。こうやって100分の75だよね。で、それを元々の値段にかけます。今、こいつ、これを定価の 75% にしたいから、これに100分の75をかけるんです。で、もう約分できるとか約分したいから100分の75。これ25で割れるからね。4分の3にしちゃいましょう。うん。ごめん。だから、4分の3をかけて、あとこれね。100分の100足す X かける Y 円と。で、まだ個数はいじってないから Z このままにしておきます。こう。いい。で、ちなみにこれ100と100個約分できないからね。これできないんで気をつけてください。じゃあ 25% 引きました。次です。仕入れた個数の 5% が売れ残ってもいいと。まあ、売れ残った状態を考えるんだよね。で、5% 売れ残ることを考えます。入ってるよね。あ、OK、OK。で、今度個数です。今までずーっと、値段の方を考えてたんですけど、個数の方、Z の方をいじります。で、5% 売れ残るっていうのも、これ言い換えると、100基準だからね。100から 5% 売れ残ってるから、結局 95% 売れるっていう風に考えるの。95% 売れる。で、それを100分のでくっつけます。で、これもね、5で約分できるから、先にもう20分の19にしておきましょう。20分の19。で、ここ。今度は値段は変わらないんで、ちょっと点々でサボります。点々。上と同じね。で、95% 分売れる。Z の95% だから、この20分の19と Z をかけてこうなります。これが個数です。これで今実際に売れた値段と売れた個数のことは終わりました。だから、実際今ね、その定価つけた後に 25% 引きで 95% 分売れるっていうのを考えてきたの。だからここをね、値段かける個数かけたもの、これが実際に売れた値段なんです。実際に売れた、ね、値段。で、消すものがない。あった。ちょっと消しますね。こっから式作ります。で、最終的に、仕入れ総額の 14% 以上の利益が出るようにしたいんです。いい利益を出したいからね。じゃあ実際に売れたこの値段をまず書きましょう。4分の3、かける。本当にすげえな、これ。100分の100足す X かける Y。円かける、これ円ね。円かける個数20分の19。まあ、これ書いておこうか。Z。これが実際に売れたね。販売したお金。で、14% 以上の利益を出したいから、まあ、これ式の立て方だといろいろあると思うんですけど、結局、仕入れた時にこのお金がかかっちゃってるの。だから、そっから、仕入れた時のお金を引いて、ね、実際売れたお金から仕入れた時のお金を引いて、それが元々仕入れ総額の 14% にしたいと。だから、100分の 14%、総額の YZ の 14% 以上の利益にしたいからこうなる。以上だから、こっちの方が大きいからね。こっちが大きくなると、あと利益出てないからね。14% 以上にしたいからこうなるって、式を立ててもいいし、これとは一応模範解答いただいたやつで、これ書いてあったんですけど、自分は、これ結構同じになるんで、どっちでも構わないんですが、ちょっと消しますね。実際に売れたお金が、その仕入れ総額の 14% 以上の利益にしたいっていうのは、結局 114% にすれば、さっきと同じ。100を基準にして 14% 足すの。114% 分売れれば 14% の利益が出るってことになるので、100分の 114YZ 総額の 114% にすればいいから、まあこうなる。こうやって式立てちゃいます。まあどっちでも構わない。さっきの YZ、マイナス YZ を右辺に持っていけばこうなるからね。同じなんですけど。で、式完成です。で、あとはこれを解いていきましょう。で、ここはちょっと青に変えますね。
で、何がこれ実は解くとき本当は簡単かっていうと、左辺にも右辺にも YZ あるんで、先に切れるんですよ。切っちゃうから、XYZ ずっと使ってきたんですけど、X しか残らないんですよね、文字としては。だからやりやすい、そこの分は。で、もっと切ります。100分の100分の共通なので、両辺に100かけて、こいつも消します。で、こっからで一回まとめましょうか。左辺は分母が 4×20 で80。で、ここは括弧をつける必要が出てくるので、3×19 で57だから、80分の57、括弧、あえてこう書きます。100プラス X。で、大なりイコールですね。で、右辺は114しか残ってないので、こうなる。ね、青で書くって言ったのにね。で、80分の57、邪魔なので、両辺に逆数の57分の80を書きましょう。こうやって。そうすると、ここは当然消えます。こうやってね。消すために書けたからね。で、何がいいってね、これ、ここがね、バッサリ消えるんですよ。これ、57で約分できるんで、1と2になるの。つまり、右辺160になるんだよね。で、括弧が外れます。100プラス X、ダイナリーイコールの160。だからまとめると、X は60以上と。もともと X これ。だから 60% 増し、60% 以上の増したものにつければ、こうやってちゃんと利益が出ます。このパーセントね、出ますよっていうことなんで、答えには 60% 以上でいいかな。これで終了となります。まあ割合大好きな方にとってはもうたまらないですね。問題としては。とか言ってみて。そんないないかもしんないけど。はい。でも非常にね、この辺とかごちゃごちゃしてるし苦手な方にとってはなんじゃこりゃと思うところもあるかもしれないんですが、何パーセント増すっていう時のこの作り方っていうのは他の問題、もっと簡単な割合の問題でも非常に大事な要素になりますので、ぜひね、復習しておいてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。